て死ぬ。欲しくなってきました。小鳥ちゃん、行って帰ってきて、負け戦は切る。ここでも風よ、悲しむ小鳥ちゃんが風とともに去りゆくように、激しい波、負け戦は嫌い。負け戦は小鳥ちゃん、帰ってきて、ここに行って、風よ、え、すぐに風よ、悲しみはここでも、風とともに去りゆくよ、浄化されよ。
弟子ストーンはあの箱の中にあります。どうやら私たちよりも一足早く石を見つけた人がいるようですね。しかも他の人に取られないようこんな仕掛けまで。この石の板なかなか面白いな。触るたびに違う模様が浮かび上がるぞ。この模様どこかで見たような。メソン島にあったあの石の柱ですね。ですが私もあの模様の順序までは覚えていません。大丈夫だ。覚えてないなら一度戻ればいい。メソン島に戻りたいときは船に乗ってくれ。さすがはティナ、やっぱりあの柱と同じ模様だったのだな。にしてもこんなわけのわからないものまで覚えているなんて、変わり者のお主らしいというか、なんというか。順番は覚えたか？なら出発するぞ。これは製図の封印。グリーン家以外にもこの封印を使える人がいるのでしょうか。何か問題でも？スターストーンはここに封印されています。ですが一体誰がこんなことを。それになぜ神殿の入り口を開けさせたくないのでしょうか。最近封印されたものではないようですね。もしかして7年前にお母様が。封印を解く方法は知っていますか。はい、封印にはそれぞれ独自の順番があります。正しい順番に沿って聖人を描き、聖図を完成させればいいのです。ですが、私にはこの封印の順番までは。
なら近くで何か手がかりはないか探してみましょう。これで揃ったな。スターストーンをメソン島のアストロラーベに設置すれば扉は開くはずです。よし、では戻ろう。これは海底神殿の扉を開いたということなのか？はい。でもあの声は普通じゃなかった。先ほど聞こえた声ですか？皆さんにも聞こえたんですか？俺も聞こえたぞ。もしかしてカイマ人が目覚めたのか？終わった。ルーシーがそう言ってしまったら、これはもう絶対にカイマ人は目覚めたな。本当に何かがおかしいようです。ここにいる全員にあの声が聞こえるなんて、今までそんなことは一度もなかったのに。お母様、私はどうすれば。もしあいつが本当に出てきてしまったら、私はお母様のようにできるでしょうか？岸辺に行ってみようぜ。シェリーの言う通りなら海底神殿への扉が開いてるはずだ。場所に行ったが、こんなにも巨大な渦を見たのは初めてだ。これが海底神殿へ続く扉なのか？みんなでこの渦の中に入るのか？ええ、そうです。え、やったー、よーし早く行こう。ほらほら船に乗り込むぞー。